ペルセウス座流星群アイリンキャスターと見ようということで、アイリンキャスターって言っちゃった星空案内人山岸愛理タミルということでね、ペルセウス座流星群の活動ピークが13日になるんですけれども、まあ、その前日スペシャルということでね、明日もアイリンまで出てきてます。跳ねてですか、はい、あどうですかね、ジャンプしてくれますかね明日の23時から星空番組を予定しております。はい、あそっか、この時間だから皆さん寝て寝てってコメントくださるんですね。はい、遅い時間に、あこの夜遅い時間だからこそ綺麗な星空が見えるっていうのもありますよね。お、岩手の方から見えましたってコメント来てました。1時間に3個見えたらいいな。あの中継もあるということでですね、そちらの方も楽しみにしていただければと思います。中継先でね、とっても綺麗な星空が広がってくるかもしれませんのでね。さて、特別番組のご紹介をしていきました。そんなね、明日明後日の天気も気になるところですけれども、今夜から明日の天気を中心にお届けしていきます。予報センターの吉野さんと見ていきましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。いかがでしょう、明日の夜も特別番組予定しているんですけれども、はい、そうですね、この辺りのお天気はちょっと雨は心配ですか。うん、そうですね、やはりあの明日の夜の天気分布予想を見ていくと、まあ、山岸キャスターがいるということでそんなことないですよそんなことこんな感じ。ええ、なんか千葉に雨ついてません吉野さん。ここだけちょっと雲が、ね、はい、厚い予想になってます、ね、なんか分厚いですよ ね、え、なんでですか原因はえ、あれ今東寄りの風です。はい、あ、そうですよね、東寄りの風が入りやすいので、はい、どうしても太平洋側はちょっと雲が厚くなりやすいという状況ですね。ただあの関東 の予想ではですね、はい、ここのところですね、関東はあの曇りがちの予報なんだけど、はい、実際結構晴れ寄りに、ね、変化するというパターンが多くて、はい、この予測もあの少し良い傾向のに切り替えると、はい、ちょっとこんな感じで関東でもね晴れ間が見えたりする可能性もあるということになりますので、はい、まあ、あの全国どこもダメという感じではなくて、うん、まあ、どちらかというと近畿ですとか四国の方が見えやすいですけれども、その他関東とか北海道九州なんかもチャンスのあるところはあるかな、明日の時点でもあるかなというふうに見ております。はい、